キョドリオヤは日本の女優、元女性を笑いタレント、渡辺エンターテインメント所属、北海道旭川市出身。地元、北海道の拓殖大学北海道短期、大学環境能楽科に在学中、あるミュージカルに出演したことがきっかけで演劇に興味を持つ。大学卒業後は、北海道別海町の JA 同等朝旭に、 就職するが、舞台への思いを捨てきれず、JA を退職して、札幌市の劇団小用手に入団。ある時に、舞台の公演が中止になり、その時の思いつきで、東京へオーディションを受けに行くことを決意。渡辺コメディスクールの女性芸人向けオーディション、思うなグランプリを知り、お笑いは演劇に近いと思って受けることになり、合格する。2014年10月。 渡辺コメディスクールに21期生として入学。なお北海道から東京へは、ほぼ自転車で上京。友人と一緒に移動を始め、札幌から小樽港まで自転車で、小樽港から新潟港までフェリーに乗り、新潟から東京を目指すも途中に自転車で越えることができない三国峠があるために、そこの間だけは自転車を解体した上で電車で移動。 しかし自転車を組み立て直すことができず、しばらく群馬県内の同行した友人の祖父の家に立ち寄った、あと渡辺コメディスクールの入学式の日が近づいていたことから改めて自転車を購入し、残り約1 0 0トルを移動して東京都内に入るという道筋をたどった。なお芸名は状況を決意したきっかけとなった中止の舞台公演のタイトルが親方であり、これに キョドリをつけた。2018年4月、お笑いの活動から退き、役者として活動していくことを発表。その後は、本名の広田綾名義で活動することが多い。舞台上では、力士風の曲げをつけて、眉毛を太くするメイクを施し、白い T シャツに紫のハーフパンツという姿で、T シャツの前面には主にその時のネタのテーマを大きく掲げている。 事務所ライブなどで人生の土俵際をコントで救うとも紹介されたことがある。人生の教訓といったネタが多く、ネタには失恋した人に送るショートコント、朝の改札でびっくり、遅刻はダメでごわすなど、ショートネタにも食われるイカの最後の踊りなどがある。ありがとうございます。